こんにちは、原町接骨院久松です。今回は形が似ている、耳が硬い時はあの臓器が疲れているということでお話しいたします。あなたの耳を、触ってみていただきたいんですけども、この縦にギュッとつまんだり横にギュッと動かしたりして硬くいい感じがしたり、もしくは痛かったりしたら、それって耳が硬いということになるんですよ。そして耳が硬い時はある臓器が疲れているんです。今回はそれについてお話しいたします。そして、この動画をご覧になることにより、あなたはその耳の硬い時はその臓器の疲れを知り、それに対する対策を、知って行うようにするはずです。ではお話しいたします。耳、これ耳がですね、硬い時ってのは、どこが疲れているかというと、あなたの腎臓が疲れているんですよ。腎臓、腎臓の形とこの耳の形って結構似てるんですよ。で、これ私がこう妄想で言ってるんじゃなくて、これって東洋医学でも言われていて、耳は腎とつながってると言われてます。腎っていうのは、まあ、腎臓だけじゃなくて腎臓や生殖器、泌尿器を含めた概念で、一つ目は体の水分の代謝の要、そして二つ目は生命エネルギーが溜まる場所というふうに言われております。それと腎が耳とつながりがある。ですから、こう耳が硬いというのはもう腎臓が疲れている、そして、体のエネルギーも、少し足りなくなってきている状態というふうに思ってください。耳どうですか？触って硬い感じあります？もし硬い感じがあったらどうするか、その対処方法も、お教えします。2パターンあります。1つ目なんですけれども、1つ目は、私の動画でよく出てくる耳引っ張りです。まずは耳たぶをつかむ。耳たぶをつかんで真下に30秒引っ張る。そして次はこの耳の穴の前、耳の穴の前を使って真横に引っ張ってから前に引っ張る。これを30秒。そして今度耳の上側、耳の上側のこれ深いところを掴んで真横か斜め上に30秒引っ張る。これをやります。そしてもう一つはこれ耳マッサージ。どのようにやるか、まず耳をこう取ったら、上下に持ったらギュッと縦に潰すように、これを20回。終わったら今度は耳をこのように塞ぐように、これを20回やることにより耳が柔らかくなってきます。耳が柔らかくなることにより腎臓の疲れが取れて、そして、先ほど言った腎の働きも良くなってくるので、体の水分の代謝も良くなり、体にエネルギーが溜まりやすくなります。もしあなたが耳を掴んでみて硬い感じ、そして痛みを感じたなら、それは、耳が硬くなって腎臓が疲れている、そして腎も弱ってきているサインですから、ぜひ耳は柔らかくなるようにケアをしてみてください。ということで、今回の、動画もう一回、おさらいすると、耳、これね、動かしてみて硬い感じがするとか痛みがあるときは耳が硬くなっている。そして耳が硬いときというのは東洋医学でいう腎のつながりで、腎臓が疲れている、そして腎も弱ってきていると思ってください。腎とは、腎臓や生殖器、泌尿器などを含めた概念で、体の水分の代謝、そして、生命エネルギーが溜まる場所ですから、体の水分の代謝が悪くなっていたり、もしくはもう生命エネルギー活力が弱っていたりする場合に、この耳が固まってくるんです。じゃあ耳を柔らかくするにはどうするか、耳を引っ張る、耳たぶをつかんで真下に30秒、そして耳の穴の前を持って横に引っ張ってから前に持ってくるを30秒で、耳の上深いところを掴んで真横から斜めように30秒。そしたら今度耳マッサージ、耳を縦に縮めるように20回で、耳を塞ぐように20回やるようにしてみてください。そのように耳が柔らかくなれば腎の働
働きも良くなり、腎臓の疲れも取れてきます。硬い場合はぜひ今日からやってみてください。そして、これをご覧のあなたがもし、この耳が硬かった以外でも、何かお体の症状もしくは心の症状でお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が戻っていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合、または外に出るのは辛いぐらい調子が悪い場合、またはこのご自宅で移動して人に体を触られるということに対して不安がある場合、そんな時はそんなあなたのために自宅にいながらパソコンやスマートフォンの画面を通してお体を整えさせていただくオンライン遠隔整体というのもやっております。これでしたらあなたは自宅にいながら人に触られることなくお体を整えていくことができます。そんな私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日21時から22時の間スタートでご覧のチャンネルで YouTube ライブ、ライブ配信を週2回やっております。内容は1週間の配信した動画の復習とあなたからのご質問にその場でお答えしていきます。またライブ配信の最後ではいらっしゃる方でご希望がございましたら、いらっしゃる方全員で合同でお体を整えさせていただくオンライン遠隔整体合同版というのをやっております。1対1のオンライン遠隔整体に比べると効果は下がりますけど、やった方からは手足が温かくなった、よく眠れたという声も聞いております。よろしければライブ配信もご参加ください。参加していただけると私非常に嬉しいです。そしてこの動画があなたにとって参考になるようしたらグッドボタン、チャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。